願いします。これなんですけど、はい、これをくじ引き全部見たんですけど、はい、当たりが1個も取ってなくて、全部見る。これなんですよ。あの、この子からなんか当たりも入ってるのを確認してるって言われて、はいはい、で確認しましょうということで、本当に当たり7万ぐらい使って全部引いたんですよ。でも5等しか入ってない。5等が12枚と残り全部から外れ、隠したの。1,2,3,4 がないってことないんで、ここに置いてるやつ。で、電話で社長にも確認したんですよ。社長はテッターから入ってるんですよ。で、言うんですけど、入ってない。何回もなんかその言い訳やってるんですけど、本当は入ってなかったんで、じゃあもう警察呼びますってなって呼ばしてもらった。ここで一応外れくじで、当たりは当たりくじどれ？これが唯一当たった。カプセルに入ってたやつが5等だけ入ってた。5等だけ。これが5等。当たりは5等だけ、はい、でもその1から 4万入りなかった。はい、7万円分引いて当たりが5等しか出なかった。4等も出ないですね。4等も出ないんで、これがもう全部白紙なんですよ。本当に全部外れたっていう。はい、ちょっと考えてください。今まででその1から4出たってことはあるんで、半年間で少なくとも僕が出勤してる際1回も出てます。じゃあその中身の入れ替えとかっていうのは特になかったってことですか？外れと5等の投入は僕は任されてます。それ以外のものは、まあ、一応まあ社長が言うには社長とか他の社員が入れてると言ってます。はい、こんな感じで本当に警察を呼んで現場の証拠写真撮ってもらってやって、今1週間が経ったんですよね、あれから。で、現状としましては警察側から何も連絡が来ないんですよ。事件にできるかどうか、その現場に来ている警察官では判断ができないみたいな。4人ぐらい来てたんですけど、判断ができないから上の指示を仰がないといけないと。だから一旦これ待ってくれっていう風になって、僕たちはもう街で帰ったんですよ。だから動画の最後に付け出さなかったんですよ。何も答えが出なかったんで。で、今1週間ぐらい経ったんですけど、未だに警察から連絡が来ないっていう状態です。はい、あの電話から2週間ぐらい経ちまして、なんか会う日を決めるって話だったんですけど、結局会えてないんですよ。で、ちょっと入江さんにちょっとね、どうなってるのかっていう説明をもらおうかと思います。はい、そうですね。一応、あの後に一回電話して、はい、お話しして、はい、で、僕たちとしてはやっぱり9時の当たりがあるっていうんだったら、景品くださいとか話をしたんですけど、わ、うん、はい、かりました。あの、そこはもうちゃんとやるんで大丈夫ですって言ったものの、もう音信不通になってしまったっていう感じです。繋がんなくて、で、はい、その、あの子に言ったんですよ、あの9時の男に、ね、もう、ね、繋がなくなったよって言ったら、はい、社長になんか連絡取ったらしいんですけど、はい、その時来たのがもう俺が連絡取ることはないみたいな感じで、なるほど、もう無視を決め込むっていう状態だ、はい、結果的にだから景品ももらえないし返金もないという、もうなかったことにしようとしてるんですよ。めちゃくちゃっすよ、はい、で警察はどうなってるんですか？警察も聞いたんですけど、警察動いてるって言ってるんですけど、はい、めちゃくちゃ動きが遅くて、これに関してはいつになるか分かんないってことですよね。そう、分かんないですよ。これは一応動いてはいるらしいんですけど、もう正直これがもう半年後なのか1年後なのか、すごい長い年月をかけて結果が返ってくるっていう。そうですね。なんか社長はもう、はい、警察にも、いや僕は入ってる自信がありますと、で僕は入れてますっていうの言い切ってるから、警察としても僕たちの動画の証拠があるにしても、はい、その事実確認とかそこが食い違ってるとこであんまり動けないみたいなこと言ってます。これで自信があるって言ってこんなの許されるんだったら本当に景品入れる必要ないってことですからね。まかり通るんですね、こんなの。これがまかり通るだったら結構どのビジネスでもこんなことできるなっていうふうに思っちゃうんですけど、抜け道みたいなもんさ。でもそうなってるみたいなんですよね、今現状では。まあでも今回僕がこうやって話題したことで、こう当たりがない店が減るでしょうし、プラスアルファで警察もちょっとは問題視すると思うんで、何かしらプラスの影響はあったと思うんですけどね。とりあえず僕の方はもう音信不通で、警察の方に行ってるんで、もうやりようがないと。まあもちろんここから強行突破でいろいろやれるっちゃやれるんですけど、はい、それはまた違うかなと思うんで、このくじ引きの件に関してはこの動画で終わりにしようかなと思ってます。